ックをお願いいたします。ストーンズ選手権参加選手の方、お礼だけで結構ですので、持ってですね、コントロールタワーの下にお集まりください。あと、カメラマンでコースに入る場合ですね、ライン上を踏まないように、気を使って歩くようにご協力をお願いします。
はい、中に入って。で、2列目の方、ちょっと疲れますけどね、写真が撮るときで結構です。集合時になってくださいね。はい、2列目もまだ奥の方入れると思います。2列目、ちょっとセンターあたりがまだ入れます。はい、今ね、公式カメラマンの、内田、役員が来てます。同じに、こちらのカメラ真っ先に撮ってですね、これがあの、皆さんご承知のホームページのアップ写真になりますので、これから掛け声とともに、右手拳を突き上げていただければ幸いです。それでは内田さん、よろしいですか。はい、それでは掛け声とともに、右手拳を突って突き上げてください。それでは参ります。えいえいえい。はい、もう一回いきます。それではえいえいえい。はい、ご協力ありがとうございます。じゃあ選手の方そのままその場所で、聞いてください。周回方向、これ時計回り、右回りになります。特に
ペナルティ宣言受けた車、速
進行上のアナウンスと審判の、アナウンス、変わることにはありますので、アナウンス従うようよろしくお願いします。あと、先ほどのスタートコールがなかったと思いますが、カウントダウン的には、できれば、1分前で、先ほど説明があったグリッドラインに車を並べます。そして30秒前コールがありましたら、女子の方はコースから退去です。この流れでお願いいたします。なお、助手の、席はですね、グリッドに車を置いたら退去して助手の席、今、審判席の手前には一席が設けられます。はい、助手席を。その場所で退避となります。よろしくお願いします。あと、その他の、注意点ですけれども、レースで使用します、バッテリー、こちらの充電は必ず、セーフティーパックに入れての充電でよろしくお願いします。今大会ね、室内の充電の場所でやっております。火災等を起きますとですね、大変なことになりますので、バッテリーは必ずセーフティーパックの充電でお願いしたいと思います。あと、来園者の方にお知らせです。本大会の出演場所、右手非常口ですね。右手非常口に入ったらバケツが用意されておりますので、そこでの出演でよろしくお願いします。あとですね、本日の大会が終わりましたら、使用しているバッテリー、スプレールですね、こちら会場には絶対置かないようお願いいたします、もしも置いてある場合、役員の手によって没収してしまいます、こちらも火災等の心配をしているということです。ご協力をお願いします、潤滑剤、クリーニング剤、等がですね、該当するかと思いますので、スプレー剤は必ず持ち帰るようお願いします。合わせてバッテリーもそうです。あと、ゴミの分別をお願いしております。燃えるもの、ペットボトル、缶といった形で3種類分別で、ゴミで用意されているかと思います。よろしくお願いします。あと、先日あったんですが、グリップ台コーナー、塗布して拭き取ったり汚れかけを拭くためにクリーニングペーパー用意してありますが、必ずゴミ箱の方に、テーブルの上に放置しないよう、後片付けの方も、よろしくご協力できれば、今のところで、注意点のお知らせをしました。はい、あと、このストッククラスですが、抜き打ちでですね、後車検が、用意されています。あくまでも抜き打ちです。カーレペン指定で、抜き打ちがあるということをお忘れないようお願いします。その、指名があった別件、対象選手は必ず後車検を受けるようよろしくお願いします。あと、なんかわからないことを、ありましたら質問タイムを設けますが、いかがでしょうか。じゃあ、はい、ないということで、これからですね、すでに仮組ができております。その前に、あくまでも仮組なので、ヒート順が組んでありかと思います。これから実際に行います、スタート順を、カーレペンの一番の中、集まっていただいて、ジャンケンで決定してまいりたいと思います。それでは呼び出してまいります。酒井選手、いらっしゃいますか。九州チーム、酒井選手、こちらお願いします。続いて、九州チーム、中尾選手、こちらお越しください。三重チームの、三木選手、それから九州チーム、木野選手、それから、関東支部、深谷選手、九州支部、北選手、以上6選手の方、スタート順のジャンケンを行います。
8時40分コースを通る予定で練習走行を予定しております。準備の方よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。引き続きお知らせです。この後ですね、全日本選手権クラスの練習走行終わった後、ストック選手権の方の練習走行、こちらの警告に、8時30分ごめんなさい、9時30分ですね、9時30分予定となっておりますので、こちらの準備もお互いにお願いいたします。この後、スケジュールですが、8時40分から全日本選手権の練習走行、そして9時30分からストック選手権の練習走行、